にしてモノスになるの。田舎ならではのモノス事件でした。モノスはすぐ張るという田舎あるあるの。田舎あるあるって言ったら今オープニングの挨拶しようどうぞ、はい、田舎あるあるって言ったら、うん、やっぱり虫、うん、夏はやっぱり虫な、うん、虫ね蚊とかさ、うんうん、あるある。いやでもうちはほんまにいろんな虫出るな。あの、まあ、カエルはもう常駐してるし、でトンボの数もすごくない？夏場からトンボなほんまにすごい。カーもおるし、ヘビも出るし、ヤモリもな、うん、出る。ヤモリはな、いいっていう、宮古島でも言ったよ。今日は南浜地の方にランチしに行ってます。なんかやっぱり予約取られへんねんな、日曜日って。なでもよかった、2時やったら予約ができるっていうことなので予約は取りました、はい、で、なんかその近所になんか梅が綺麗なスポットがあるって行ってみようと思ってるんやけど、さっきちょうど TikTok ライブをしてて、淡路島の方がもう梅釣ってますって教えてくれたんだ。でも行ってみたいと思います。やっぱり今日天気悪いから海がな、全然透けてるな、うん、透けてる、しだれ梅、ね、どやがーで言うことか、しだろ今海の話だったら、うわ、海的だな。でもこれ夕方ぐらい雨やで、だから雨やの。晴れるでっていう話だったら分かる。あ、豪雨ってこと？まあ、豪雨っていうか、まあ、本気雨。本気雨と豪雨の違いってどうなの？予定通り。これでも、梅は酸っぱい系やねんな。何の話？甘い系じゃないか。蜂蜜梅か、シソ梅かってこと？ああ、それはシソ梅やろ。はい、もう。うん。なんで？なんで？酸っぱさを求める。美味しいな。すごいな、なんもないのが遮るものがない。なんかつまみ食いしたいぐらいお腹空いてる。梅食うなよ。見て花や。梅食べる。梅見に行くんじゃないの、梅の花や。もう前湯まで近いで。前湯って何？梅のこと。あ、何やねん。おい、鶏脱走したの。あ、何やねん、どうした、どうした、どうした、脱走した、脱走した。あ、だ、あかんじゃない、この子出たら。いや、自由に動いてん。動いてる、引かれるよ、こんなん。おお、びっくりしたな。あ、あ、何、じゃあ道間違い、だから喋ってたらまっすぐ行くんやから。あ、ここでもすっごい景色とかも良くない？ヤギの塩だれ。あかんな、知ってんな。黄色になってる。黄色はこんかピンク残ってるな。あ、ここなんよな。あ、これや、もう散ってしまってる。ここだな。うん。あと、来年はちゃんと来ましょう。はい。ちょっとだけ散ってる。ゼロじゃないの。そうだね、命の繋いがあれてました。はい、残ってました。ほんまに散ってたな。じゃあ、ランチ。でも黄色いじゃないな。もうこの右村とかや。右村とか見てみて。はい、どうぞ。すごい、めっちゃ混んでる。想像以上に混んでる。いけない丸に手を出してもらっちゃう。いけてるよ。絶対混んでるやろ。もう水滴だ、何であの車の量って言った。あれで注文をしていくらしいです。タッチパネルという名前を知らない。タッチパネル。もう言うで、うん、すごい流行ってる。やべえ、もうすごい、めっちゃいい。全然イメージと違うかったな。こんなんと思ってなかった。まだこれやな、めっちゃ広いよな、一部屋でな、これ向こうなんか人、あ、これはちょっとどぎも抜かれました。ちょっとびっくりした、めっちゃ人やでな、ほんまに人がすごい。駐車場も、あ、大きなあれやけど、もうまあまあ多いから、
これもな、ガードマンがおったな。これ、こんなの、え、メニューもめっちゃあるやん、見て。すげえ、そりゃ映えるわ。これすごいな。映えるわ。そら、これ。これはすごいわ。メニューも豊富やな。スイーツもやばいよ。あ、これ、余裕あったら食べへんわ、もう。一食か。一食か。一食かというか。あ、コーヒーもシャレやな。じゃあ、種類が多すぎへん。これはやるわ。でも俺はこれ俺ら予約あれしたけど、よかったけど。ちょっと間違えたけど。なあ、すいません。はい。まあ、あれしたけど、この前のな、入り口な、人取れてないけど、取ったな。めっちゃ待ってる。待ってるな。まあ、ざっと数えたら20、25人ぐらい待ってました、ね。いや、もっとおったよ、もっとおったよ。48人ぐらいおりました、ね。増えたの倍やん。じゃあ、早っ。ありがとうございます。早いね。いくら丼でーす。ありがとう。嬉しい。よかった、ごめんなさい。ちょっとカバン動かしちゃって。Google の口コミキャンペーンっていうのもやってて、はい、Google マップから口コミ書いていただけますと、お土産用意してるんで。書きます。書いてください。ありがとうございます。こちらから。淡路島移住しました。ああ、そうなんですよ。はい、でも移住組で。あ、どこからですか？大阪からなんですけど。一緒。ああ、本当ですか。まだ1年半ぐらいの。一緒ぐらいで、ね、2年だから。そうなんです。大阪、うん。寝屋川でしょ。なんでやねん。なんかこんな感じ。平方か寝屋川かな。あ、じゃなかった。はい、福島。今日は珍しくメニューが被ったのでね。すごいな。これはレベル高いね。OK。な、それはいいよ。何が間違った？合ってるよ。ここにわさび入れる。ここよ。ここにあるわさび入れる。嘘やん。やって。とんかつやって、これ。とんかつソースじゃん、これ。これで今入れたら間違ってない。醤油系と思ったらとんかつソースで、これ。え、醤油やで。あ、そうなの、うん、ほんま、うん、ちょっと甘め入れるで、うん、ちょっと泥目の。あ、そうなの、とんかつソースも間違ってよ。とんかつないもん、ここに。かごめソース、かごめソースっぽいな、この泥の黒さがな、まあ、ちょっとドロドロしてるやな。うん、ドレッシングもね、ピンとついてます。ただだからベラボンにも美味しいな。これはちょっと本ちゃんの方行ったらもうどぎもに変えると。ドレッシングもやばい。トウモロコシなのかな。トウモロコシ。な。はい、行きたいな。美味しいよ。今こうなってきたらこう出かけたいと思います。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。やば、行列の意味がわかる。ここはやばいな。ちょっと具を抜いてんな。温玉もあんねん。辛いの。うわ、今な、幸せの味が来た。ちょっと軽く、エビフライいっちゃう。大好きなエビフライ。音やばい。どう？合格。辛いの？食べたくない。ランチ。ベスト3に入りました。まあ、もう気をつけます。うん。てみえ。自信あるぞ。疲れてないよ。どうよ。自信あるぞ。どう。はい、シマウマバーガー。この方、テンパですね。この方。コマみたいな。この方、テンパですけど。はい、おいしい。えぐい。えぐいな、これ。あ、間違えた。醤油漬けと思った。テンパるぐらいの美味しさ。これはめっちゃ美味しいな。うん。味牛やで。うん。何やで、いくらやで。めっちゃうまいやけど。これぐらいか。
仏の顔になるぐらいうまい。うん、早っ。まあ、じゃあすごくな、うん、チコミくれて玉ねぎくれた。玉ねぎと。やば。ロケーションも最高やしな。この自然豊かな中に。もうまだ並んでんね。そうなの。でちょっともうほんまにどぎも抜かれました。もうめっちゃ美味しいな。えぐい。で店長さんがな。で店員さんもすごい愛想いいし。店長さんのこと面白いな。店の近所にまで車でこう来た時のオーラが出てる。あれ、行くとこ間違ったかなって。広いし。そう、待ってても、うん、すぐあれると思うね。でカフェも充実してるしな。座席数も多いし。いやでもな、あのねえだワッフルなんかスイーツ食べたかったけど、あお腹いっぱいやんか、結構ボリューミーで食べられへんかった。唐揚げもでかいね。大きいもんな。でもうまい皮が な美味しかったな。直腸俺の直球勝負や。俺のストライクゾーン。あ、じゃあ今から前に作った瓦を取りに行きたいと思います。焼き上がったらまた変わるのかな。どんな感じなんだろうな。瓦どんな変わる。いい投資や。到着。なあ、めっちゃ早いなこれ、動かし方。ディ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 。やばい、嬉しいな。あ、ちょっとだけ見よう。見ときや。うん。あ、もう見たから。見たん。完全にくちゃん登場。はい。あ、全然ちゃうの。じゃあ、恒例の1週間分の買い物に行きたいと思います。スーパー海のパラダイス。喜んでんねん。なんだか、まあ、青を貴重にしてるやん。確かに水色な、うん、やっぱりスイーパー。海のパラダイス。よっしゃ。あ、降ってる。お、帰りましょう帰りましょう。でいつもやったらここで帰ってチビたちとドッグランで遊ぶんやけど、まあ、ご飯はあげてもう一瞬やな。出してもションベンチってやつ、あいつらも嫌がってドアの前にいるもんな、うん、はい。じゃあこんな感じの休日、いつもの休日でした。はい、そうですね。はい、じゃあ今日も最後までご視聴くださりありがとうございました、はい、動画が良かったら、はい、いいねボタンとチャンネル登録を本当によろしくお願いいたします。お願いします。いつもありがとうございます。はい、またの動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、メイビー。